こんにちは、助産院バブバブ助産師の久子です。はい、今日はうちの長女すずちゃん23歳、まあこれがね別品さんなんですわ。背高くてねめっちゃ綺麗でねモッテモテなんですけどすず母親の私が言うのもないけどむっちゃ綺麗で腹立つんですけどね。はい、このすずちゃん、はい、すずちゃんのお話をしたいと思います。頑張らんでええで、適当でええで。25歳ですずちゃんは生まれてきたんですけども、1999年の12月31日生まれというね、あと1日待ったらミレニアムベイビーやったのにで、2000年の1月1日ね、実はこの2000年1月1日がね出産予定日やったんですよ。なのに私が我慢しきれへんくて、あーかもう出てまう出てもうたー言ってね、まあ、生まれてきました。はい、でまあすずちゃんはそれでこのように生まれてきまして、ですくすく育って、ね、大人に今23歳になったんですけどね、これがね12人子供がいてもね、もうほんま子供ってもうみんな持って生まれたその性格でみんなほんま違うわけですよ。すごくクールな子供やったんですね、ちっちゃい時から。もう1歳2歳ぐらいから あんま笑わない赤ちゃんって言われてて、でもすずが笑ったらみんなカメラカメラすずちゃんが笑ったってこのチャンスを逃したらあかんぞみたいな、ほんま笑わへん赤ちゃんやって、もうねそこで個性が出てるわけですよね。でねこれね統計でね性格っていうのはね8割方ねこのね持って生まれたねその子の素質っていうかそういうものがね大きく関わって、3歳の時点で見えてくる性格っていうのがもうこれ70歳80歳の人生経験積んだおじいちゃんおばあちゃんになってもね、その3歳の時に見えたその性格っていうのはほぼほぼ変わらないんですって。そうなんや、ね、あと 20% ぐらいはねその後のこの生育環境であったりとか生活環境みたいなものが影響して人格形成っていうのされるんだけど、でも大元はその8割もう持って生まれた先天的なものっていうのは変わりませんよと70、80になってもっていうことらしいんですよ。2歳3歳の時ほんまに笑わへん赤ちゃんやって、すっごいクールな子 で私はどっちかっていうとすごい気遣いやし、空気をめちゃめちゃ読む、空気読みすぎるっていうタイプやったんですけど、すずはすごいこうなんかクールで、空気は読まないことはないんですけど、見てても頭のいい子やったんですよ、ちっちゃい頃からね。すごくなんかお友達とかに対してもめちゃめちゃクールすぎて、小学校の時とかね友達がねこうね、すずちゃんって一緒に学校行こうって迎えに来てくれるじゃないですか。ほなね私やったらですよ、友達来てくれたったら友達と行くのめんどくさいなって思っててもね、そこにこう気使ってね、ほんまは行きたくないのにはいって言って一緒にそれに合わせて、ほんであしんどいなとか思うタイプやったんですよ。自分が出せないってタイプやったんですよ。すずはこう友達来るでしょ、インターホン越しにね、もうこんといてって言ってるやん、さっき行って明日からこんといてな、無事うせやみたいな、そんなんした友達おらんくなんでって、母親の私はもう慌てるみたいなね、それ言っちゃうみたいな、もう言うんですよね平気でね。まあそんなんやったからね、小学校の頃からもねやっぱ友達同士でよく揉めたりとかやっぱありましたわ。もうバーンって言っちゃうから思ってることをオブラートに包まないんでね、よう揉めたりしてましたわ。でもその反面小学校の時のクラスにもねちょっと障害を抱えてる子がいて、でやっぱりその子ねいじめのターゲットになったりとかするわけ。その時に意味がわからんと、なんでこうやって障害抱えて一生懸命やってる子をみんなはいじめるんやって、もうありえへん、私は守ってあげたいみたいなことをね小学校の時から言ってた。でやっぱりねその後どういう風に言ってすずがなったかって、今やっぱり福祉関係の仕事に進んだんですよね。福祉の心っていうのもずっとそれって根付いてるものだっていうのはもう大人になってもやっぱりそうなんや、へーとかって思いましたけども、まあ、そんなすずちゃんやって6年生の時にね友達とそうやって女の子特にねやり合いあるじゃないですか。で授業中にね手紙回したりとかしませんでした、昔ね。私もよくやりましたけど、先生バレバレなんですけどね、こうやって手紙メモにちっちゃい何か書いたやつを誰々のところにこう順番にこう回していくみたいなね、そんなお手紙やったりとかしてましたけども、すずもそれをやってたらね、その友達がね誰々に回してって言ってこう回ってきたんですよ。ほんで分かったっつってもらって、それを次の前の子に回そうと思ってんけど、すずがそれをポロッと落としてしまったんです、その手紙を。ああと思ってそれを拾った時にその閉じてた手紙が開いてもうたんやな。で目に入ってしまってその内容が、ほんならそこにすずの悪口が書いてあったんですよ。ほんで私やったら多分それ見つけた時に ただただ落ち込むと思うんですよ。そこでうわ私嫌われてるんやって、ちょっともうその時は笑顔になるけど家帰ってから泣くみたいなタイプの子やったんですけど、すずはそれ
目に入った、授業中ですよね。そこではってなって、いきなり授業中に机バーン叩いてバーン立ち上がって、その友達に、なあこれなんなん、言いたいことあるんやったらさ直接言えやって、6年生女子授業中先生も目てはみたいな、周りもえみたいになって、それをやってね。でまだ6年生の時、あの今もね172、3あるんです、でかいんですけど、当時 もうでかかったんですよ、クラスで頭1個でかかったのね。でそのでかい鈴が授業中に幕下で友達にぶわ言って、でその手紙を回した、その子が萎縮してびっくりしちゃって、へっってなって、バレたみたいな、怖いやばいみたいになってね。でやっぱ6年生いよいよね、今度思春期始まってますからね、それをやられたその女の子が、その子が悪いんですけどもね、大元はね悪口を書いて回したんやからね。でもその子がね、そこでね過換気症候群を起こしちゃって、呼吸できひんくなってね、泣いちゃって、でね呼吸できひんくなってね、倒れちゃったんですよね。で先生慌ててその子をね保健室に連れて行って、ほんで鈴は泣いてごまかすぜ、過換気起こしたら済むと思ってんかアホかみたいなまたうわーってまくしたてて、ほんでその女の子泣きながら保健室運ばれて、あの、まあ、何があったんやっていう話になったんでしょうね。でその子の親御さんが呼ばれて、なんかいきさつを話しされたらしくって、その親御さんがそのうちに対して激怒していると。おーそうか、ね、私は母親やからね、まあ、鈴がなんで怒ったかっていうのを知ってるからね、いや悪口書いたその子が悪いんちゃうんって思うけど、でもそれに対して、あの言いたいことあるやったらイエーボエーみたいな、ブワーってまくしたってて、その子を過換気起こすほどまで泣かしちゃって心を落としたことには事実、それは変われへんから、それに対してはごめんなさいねんけどね、ちょっと複雑やなと思いながらも、でもそのご両親めっちゃ怒ってはるって言うからさ、で先生に どうしましょうかって言ったら、先生がいやもうものすごく怒ってはるんで、すいませんけどちょっとあの謝りに行っていただけますか的な感じで言われたんで、ああそうかと思ってね、ちょっと納得いかなかったんですけどね。でもまあ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 ね、あのそこまで過換気を起こすもんで、過換気で一回起こしたらこれ癖になっちゃったりするの、思春期の子ってね、そういうことを最初にこう引き金を引いちゃったって、ね、トリガーを引いちゃったということに関してはほんまにごめんなさいと思うからね。でもうそれは ごめんなさいを受け止めようと思って、まあ、鈴の意見もある、で鈴ちょっとな、あのママ謝りに行ってくるわって言ったら、また鈴はそれに対して怒るわけで、私は悪くないって、なんでママが謝りに行かなかんの、そのおかしいやんか、いかんでいいとか言ってね、またわーって言われて、いやでもな鈴って、ね、言い聞かせてね。で鈴はいかんでってやめてやって、なんで行くのよってうわーって鈴もなってて、もうどうしようかなって思いながら、もうとりあえず菓子折り持ってですね、その子のお家にすいませんでした、うちの鈴が申し訳ございません、謝りに行ったんですよね。でまあまあね、でもそれだけではやっぱ納得もいけへんから、その女の子にね、でもやっぱりね、あのこんな風に過換気を起こししんどい状態に鈴がこれどうなったのあかんかった、ほんまにごめんなって、でもお友達のそうやって悪口をね、あの誰かにこうあの伝えてとかっていうのを、そういうことを授業中にやったのは良くなかったやんな、それはどう思うみたいなことを聞いて、それは悪かったと思ってる、ごめんなさいみたいな、その子も泣いて言って、そうやな、それ分かってくれたらそれでいいでって、でもなお互いあかんとこあったからお互いごめんなさいやな、でも同じクラスの仲良くしてる友達やねんから、これからもお願いしますって言って、それでまあ終わったんですけどね、まあ、そんなことが鈴だったりとかで、中学時代はですね、なんせでかかったんでね、中学生にしても170センチ超えて、で中1の時に6年生の時に制服作るじゃないですか、ほんなら中学1年の1年間で女子のくせにですよ、身長12センチも伸びやがった、あいつあいつって言ったらまた怒られますけど、あいつほんまにせっかく制服作ったのに、男子じゃないねんから中2になった時に制服つんつるってなって、どうするこれみたいな、これまだ伸びる、もう制服無理やんってなってね、どうするってなったら、1個下にもう1人あの年子の、ね、妹がいたからね、もうその子にほんなら鈴の制服回そうか言うて、鈴もう一回中1の終わりにもう一回採寸してね、もっとでかい制服もう一回作ってっていうのをやったんですけど もうとにかくどんどんニョキニョキ大きくなって、で足のサイズも26センチっていうね、男子かよみたいになって、でクラスの男子がね、鈴にね、あ鈴体育館シューズ俺忘れたから貸してくれやって言って、借りに来るわけ、いや男子に借りれよ、なんでよ私のとこに借りに来んねん、足 でかい前提かよみたいなでええよって貸してあげた、サンキューって言って男子履いてぴったりやんね
そうそう、足でかいってことも認知されてるってね。で、まあ、でかいから、でそんな感じでこう威圧感のある子やったんでね、悪気はないですよ、ええ子なんですけど、なんせ口が悪い、もうね、どこの誰が育てたんやろうって、私そんな口悪くないはずやねんけど、そんなんやから、なんかね、中学でもね一目置かれてる存在やったんですよ。で顔が綺麗やったんですよね、その当時から。なんか綺麗、美人、なんか整っとんねん。ほんででかい、威圧感がある、で言うてることがなんていうのかな、頭がいいもんやから、こうなんか論破できちゃうんだよね、はい、そういう子やったんで、あの同じクラスメートだったり学年の子たちがなんかもう鈴っていうだけで鈴かみたいな、みんなザザザザザって弾く感じなんですよ。ほんであの階段こう登っていって、廊下を鈴がこう休み時間歩くでしょ、ほんなんね、ブワーって遊んでた子たちがブワーってこう両脇に4年で、お鈴廊下じゃないですけど、昔のまあ鈴ゆえにお鈴廊下、チリン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 、お鈴様のお通りじゃないですけどね、なんか知らんけどみんながブワーって壁に4年って、ほんで鈴、こうでかい鈴が172センチがガーンガーンってうん、苦しいないぞチコよれみたいな感じでみんなこう歩いてて、後ろにお付きの男子がははーみたいについていくみたいなね、そんなもうとんでもない中学生やって、で反抗期もすごくてね、でまあ小さい時から言われてたんですよ、もうすずちゃんはこの子は多分思春期迎えたら苦労させられんでってずっと言われとったんですよ、いろんな人に。でまあ当時私もそうなのかなとかなんとなく思ってたけど、まあでもそんなんまだまだ先やしとか思ってたんですけど、中1ぐらいからかな、まあ、6年生ぐらいからおかしかったかな、その辺から来た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 、じわ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 来た、ね、反抗期が来て、もうね私はクソババアですしババアしねえですし、あの聞けろうざいですし、まあ、そういう感じでもう暴言を吐いてくるわけですよね。である日近くのなんか駐車場みたいなところで男子となんか喋って遊んでたんですよ、学校の帰りに放課後で、私自転車でちょうど通ったら鈴がいたから、あ鈴って言って声かけて、で自転車でピューって行ったんですよ。ほんならそこからあの私はもう通り過ぎていて、後ろから鈴がブワーって道路の方に出てきて、行ってる私に対して、こんなとこで声かけんねやババアって怒鳴られて、みたいな声かけたあかんかった、鈴がいたから、あ鈴これあかんかったみたいな、声かけんなやババアって、お前に声かかれた恥ずかしいんじゃみたいな話ですよね。難しいな思春期と思って、そんなところから始まって、もう思春期ほんまに苦労させられまくりましたわ。兄弟も多いし、でも当時ねちょっと夫婦仲も悪かったんですよね。そこら辺もね、鈴の気持ちをこう揺さぶる、あの感受性の豊かな子だったからしんどくさせたんやろうなっていう後悔もいっぱいあるんですけどね。まあ反抗期も激しくて、でその反抗期が6年中1中2中3高1、高2ぐらいまであったかな、だから5、6年ありましたね。すごい長かったですね。もう何回も私この子産まんかったらよかったって思ったしね、もう鈴がおらんかったら私もっと人生楽しんでたのに、なんでこの子おるんやろうって思ったりとか、母親として思ってはいけないことも何回も思いましたね、リアルに。でもやっぱり大切だっていう気持ちもあって、もうどうしていいかわからない、どうしてあげたら鈴が心地よくなるんか笑顔でいてくれるんか、よかれと思うものいろいろやるんだけど全部外すんですよ。違うんですよ、私が思ってる伝えてあげたい愛情と鈴が求めてる愛情がもう全部ギャップがある。難しくてね、自分も思春期あったから、そこまでひどい思春期反抗期はなかったですけども、でもお母さんに対してうっとしいなとかあったし、だから思春期自分も経験してきてるから彼女の気持ち分かるはずやのに分からへんのですよね。これもやっぱりその子その子によって反抗の仕方って変わるしね。鈴はもうバーって暴言吐くタイプやったけど、他の子たち見てたらこう家にこもってこうね、あの部屋にこもるタイプの子もいたりとかもしたし、みんなもそれぞれ違うんですけど、なぜも鈴はこうバーンって前に出すタイプやだからすごい頭ええもんやから、もうあの私が一つ答えようと思う間に 10倍返しされるわけよ。なんか言おうと思ったらもう10倍で返ってくる、もうはーってもう崩れ落ちて、なんか私泣いてしまったりとかもあったんですけど、で泣いてしまったら泣くなや、泣いたら全部済むと思うなや、そういうところがうざいねってめっちゃ冷静に言われるわけ泣いてません泣いてませんみたいなそんなんとかもありましたね。もう当時は一生懸命やってきた子育てが間違ってたんかなとか、うん、私あの自信持って子育て楽しくやってきて子供を思ってたつもりやったけどエゴやったんかなって思ってるって言いながら、結局自分が可愛かったんかなとか、もうすごい悩みました。もう正解が見えない、あの分からないながらにやっていって、その結果、今ね、鈴は23になりましたけど、まあ見事な娘に育ちましたね。その反抗期の延長かなんか分からへんけど、ね、あの19歳でね大学1年生の時にね、あの同じ大学の子とね、あの付き合ってて、で、まあ、妊娠してね、で二十歳で産んでね、
おーみたいなこともあったんですけど、まあ、そんなこともあってもう、まあ、もうほんまに振り回されてきたんですけど、でも今、23歳で3歳の娘がいるんですよね。私3歳の、ね、孫がいるんだけど、リリ産んで、でもそういうところをくぐり抜けてほんまに彼女は大人の女性になりましたね。いろいろ苦労はさせられたけど、あの時の苦労なかった方が良かったかっていうと、まあ刺激的やったし斬新やったし、もう一回経験するかったらもうすいません、もう ありがとうございます、遠慮しておきますって思うんですけど、でもあれはあれですごいいい経験させてもらって、私自身のねこの人間のスキルも上がったなってもうすごい思いますね。で今23歳になってしっかりしてるよね、すずちゃんね。してるよな。あれどうよ、23歳ではないな。ではないよね、もう30代ね、まあ、子供3人4人いて、うん、でしっかり自分で稼いで、うん、で旦那も稼いで、うん、でしっかり自立して立っていってる、うん、あれはすごいよ、なかなか逸材やんね、うん、っていう風にね、あの中学高校、まあ、大学の最初の頃もう大丈夫ですかっていうような感じではあったんですけど、まあでも当時から頭が良かった、頭いい上にあのしんどかったんかなっていうのもあるんで、考えすぎるんやろね多分ね。でも未熟なところもあるからついてけへんやろねとかもあったんかなと思うんですけど、あの、ね、結局ねその大学時代の彼とはダメになっちゃってシングルマザーなんですけども、でもねなんかねもうその、 あの彼氏がどうのとか、あの好きだ嫌いだとか、もうそういう次元も通り過ぎて、いやもう私あの一人でしっかり生きていくから、もちろんあの彼氏はいた方がいいかなと思うし、そういうパートナーはいていいと思うねんけど、結婚とかそういうことはもう慎重にやっていきたいし、あのそういうんじゃなくて自分を高めていってくれるような人と一緒にやっていきたいかなみたいなねあーかっこいいねっていうような、男を見る目っていうんですか、そういうこともすっごく大人になりましたし、やっぱこう娘がいるっていうことでこの子を食べさせていくっていうしっかりした軸があるんでしょうね。だからグラグラしてないですよね、ふわふわしてないですよね、若い子特有のね、しっかりビシッとしてて、でも社会人としてもね、あのやっていく力ものすごくあってね。でもねこれがね私に似たわけですよ。私あのこれ YouTube で喋ってても分かると思いますけど、あのこうちょっと立ってるんですよね、何ていうのかな、組織でやっていくの苦手なタイプ、これがやりたいと思ったらそれをとことんやりたいタイプなんで、組織にいるとやっぱりこれやってはダメとかこうしないといけないとかあるじゃないですか、決まりが。その枠の中にはめられて自分のやりたいことを制限かけられるのは私ものすごい苦手なんですよね、まあ、そういうので私も病院では勤務できないやって思って、あの自立して結局開業して今の私がいるんですよね。そこをすずは似てしもた。あのまあシングルマザーになって大学辞めたんですけど、そこからねまあ福祉 あの方向でやっぱ仕事したいということで、あのしばらくあの2年ぐらいやってたんですけどね。でその仕事自体はすごく楽しくやってたし、才能があるっていうのかな、そのねあの事業所の中でもものすごいやっぱりその利用者さんに人気があるわけですよ。すずさんすずさん言われて、あの理解してくれるのかな、なんか分からないけどものすごくねあの評価が高くてね。でもやっぱそこ その組織でやっていくっていう、すずもこれがやりたい、支援とはこういうもので私はこれがやりたいみたいなのがあって、で文章も書けるの、私のこれも打つたでした、これラッキーだよ本当にね。文章書ける、記録完璧なんですよね、もうアセスメントから支援計画からもすっごこれ久子がやったっていうぐらい、まとめる力とかその物事の順序であったりとか、で私もこれ YouTube でいつもねいろんなあの病気 あの産婦人科のこと、医療育のこといろいろ説明するけど、めっちゃ分かりやすくないですか、自分で言うのもないけど、一つ一つのことに対しての説明が分かりやすいでしょ、その辺のドクターより分かりやすくないごめんなさいちょっとあの自意識過剰かな。そういうのがすずもできる人やね、すごく分かりやすく記録にも残すし、きっちりその物事の分析力っていうのが私の才能を引き継いだんですよね。周りを見た時にそれがみんなできた、やっぱそこまで能力持ってる人やっぱ少なくてできないわけよ、それ普通やと思うんですけどね。でもすずからしたらそれがなんでやねんってなるわけよ、やれよと、すずの能力が高すぎるんやね、そこ求めてもみんなできひんでって言うねんけど、もうモヤモヤすると、もう嫌やもう無理ってなってきてね、あの組織の中でちょっとうまくいかなくなっちゃって、もう私一人で独り立ちして自分のほんまにやりたいって思うことをやりたいって言い出して、でまあねどっからどう考えてもすずは私に似てるから、独り立ちしてこう自営でねやりたいことをやっていく、起業するタイプやっていうのはね、私から見てもマークから見てももう絶対そうやんって、あの組織の中でやるの無理やな、あ無理ねっていうのが、まあやんなってすずに話したら
分かってると、自分でも分かってるんでね、この支援の仕事、福祉の仕事っていうのが向いてるし好きやってんけど、やっぱその前の職場でやっぱりその人間関係であったり自分のやりたいと思うことがうまくいかなくて結果が出せないっていうことでもうちょっと疲れちゃってね、その支援っていうところから一回離れてみたいっていうのを言い出して、じゃあすず何ができるやろうって考えた時に、彼女小学校1年生からずっとダンスをやってたんですよね。めっちゃうまいんですよ。で高校生の時なんかはもうクラス持ってて、中学生小学生にクラスを持ってそこで教えてたんですよ、ダンス。そういうインストラクターというか教える力もあるんですよね。この支援をずっと仕事をやってきたから子どもの、その心理っていう部分も完璧に抑えられるわけ。さらにダンスが教えられるっていうところで、すずダンス好き、めっちゃ好き、これでもし食べていけるんやったらこんなに幸せなことはないっていうわけ。ダンスで食べていくか、起業するみたいな話になってやるって言い出してね。でそこからね、まあ私らも協力しながらマークにもいろんなね、あのマーケティングをしてもらいながらいろいろね、あのマークはね、事業ビジネスをずっとやってきた人だから、ね、ずっと社長でやってたもんね。社長だね、いろいろね、いろんなところ、いろんな国、いろんな会社いっぱい作ってってやってたから、その企業っていうところに関してはもう、まあ、プロフェッショナルやしむちゃくちゃ先輩やしっていうね、まあ、私はでも分からへんから、マークがそこら辺をスズにどんどん教えてっていうのをやってね、でダンスで食べていくんやったら本格的にマジでやりたいってスズが言い出して、ただリリがいるわけ、3歳児リリがね、でもやりたいっていう夢があるなら私まだ元気やし、うちまだトト、6歳のトトで2歳のネネもいるから、そこにリリがもう一人加わったところで別になんてことないわけよああ子供また一人増えたっていうだけ、大家族でね、別に全然、ね、同じあの保育園行ってるし、すずのとこの子もね、リリもね、うちのネネちゃんも同じ保育園やしね、あ別にええでってなって、やるんやったらすずこれからの長い人生を考えて本格的に力入れてやってきたらって言ったんですよ。ほんならアメリカに行きたいって言い出してね、アメリカに、カリフォルニア、ロサンゼルス、ロスに、あの世界で一番有名なすっごいダンス教室、ダンススクールがあるんですよね。でそこを探してきて、ここに短期で経験を積んできたいって言い出したんですよ。ほう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 、じゃあ、まあ、リリのこともあるからね、そこを悲しい思いをさせないようにうまくそこも考えながら、自分のやりたいことだけではなくてね、リリのことも考えつつ、じゃあ3ヶ月だけ行ってこいってなって、今その準備をやってます、うん、でもうすぐ3月の末からすずはアメリカに渡ります、一人 でそのために今英語も習ってるわ、もうとにかくダンスのスキルをっていうことで、今いくつ習ってんのかな、なんかもう5、6個行ってるな、ダンスもうとにかくスキルを上げるっていうのでやってますわ。その準備をして、あのリリをうちに預けて3ヶ月間、今年の夏までねダンス留学行くみたいです。いやそれはもう応援してあげたいしね。でまた帰ってきてからね、もちろんリリのお母さんだからね、そこもリリに悲しい思いをさせないようにっていうところはちゃんと抑えつつ、来年の春、早ければまあ1年半から2年後ぐらいになるんかな、うん、ぐらいにはね、すずがねダンス教室、ダンススクールをいよいよ起業する、これ具体的にほんまにやってみたいなではなくて、本格的にそういう方向で今動いてます。すごいなって、まあ、それだけね、それをさせてあげれる環境にあるっていうのもすずは恵まれてるんやでっていうのもね、それも彼女も分かってて、普通やったらシングルマザーって本当にみんな苦労してるし、貧困の問題であったりとか、みんなやりたいこともできずにね、一生懸命日々を暮らしてる、それがもう多い中で、こうやってアメリカにダンス留学できるっていう、こんなに恵まれたことはない、そこも彼女は今すごい実感してて、でありがとうっていう気持ちもね示してくれるようになってきて、あんだけ私のこと暴言吐いてた子がもうすごく本当に変わりましたね。あのこれから23歳すずね、どんな風な立派な大人になっていくんか、もう見ものやなと思って、私もう自慢の娘ですね今。はい、綺麗やしこの話を聞いたら、私の子供も私もすーちゃんのダンススクール行ってみたいと思う人
多い、ね、あのぜひ一回来てほしいなと。でね、このねダンスっていうことに関しては、私今ね筋トレをやってるんですけど、筋トレやってる意味っていうところがね、あのなんでやってるんかったらね、やっぱねこのもうね50が近くなってきて、もういい感じに筋肉がついたメリハリのある綺麗な体になりたいと思ってるんですよね。でやっぱり年齢とともにね、ウエストとかもね、太くなってくるし、なんかねそこでキュッとこう絞れたな、メリハリのある体になりたいって言って今筋トレ教えてもらってるね、ちょっとね女性のね、あのちょっと私の師匠がいるんですけどね、その彼女にねこの間それを振ったんですよ。ウエストもうちょっと絞りたいって言って言うたらね、久子さんな、ずっと久子さん陸上やってきたやろ、競泳と陸上やろって言われて、はい、それね縦の運動なんだよねって言われたんですよ。で縦の運動、しなやかに体をこの横の動き、こういう動きをしたことがない、私縦の運動なんですよ、競泳にしても陸上にしても。これやってきた人ってウエスト太くなるんだって、うん、絞れたいい体なんだけどウエストは絞れないんだって。これアスリート体型って言うんですって。で久子さんそれやねんって言われてね、だから縦の運動してきた人はウエスト絞るっていうのは女性らしい体になるっていうのはちょっと難しいかもしれない、ちょっと時間かかるかもしれへんけど頑張れるって言われてね、そうなんやーって思って、ほんでスーツ見たらね、小学校1年生がずっとダンスをしてるでしょ、腰の動かし方めちゃめちゃうまいんですよね。でそういう横の動きやってる子、ウエストやっぱめちゃくちゃ細いんですよ、ぐーって絞れてお尻パーンって大きくて、あれも持って生まれたもんかなと思ってたけど、スズはやっぱその横の動きをやってきたからあのウエストがあるのよね。女性らしいその体を作ろうと思ったらいろんな運動何でもいいんだけど、そこにやっぱね横の動きっていうのを取り入れなあかんって、その私の師匠が言ってて、クラシックバレエとかね、ダンス、あとベリーダンスとかそっち系、だから腰を使う系のダンスっていうのはね必須やって言われました。そうなんや、知らんかった。みんな大きくなっていくときにこの女性らしい体、美しくウエスト絞れてて、ある程度いい筋肉がついてて、こうメリハリのある綺麗な体、みんなこれ憧れると思うんですけど、それにしてあげたければダンスを習うっていうことは必須なんやっていうことを今更ながら知って、あ、これもうすずがダンススクール開いたらもううちの女の子たち全員習わせようって、将来あの綺麗な体になりたいって、この私のこのウエストの太さでね、あの悩むことがないように、あの絞れた綺麗なラインのウエストができるようにダンス習わせてあげたいなってすごい思ってて、なのでぜひ皆さんね、あの別にすずがうんぬんっていう話じゃなくて、あの子供女の子ね、あの習い事っていう時にやっぱダンスはおすすめです。横の動きっていうのを取り入れたらすっごい、それだけでその将来的に綺麗な体を作るその軸ができるんだって。ダンスおすすめですよ。ぜひ皆さんね、女の子いるママさんたち習わせてあげたらいいと思います。今日はあのうち の, あの自慢の娘すずちゃんの話題でございました。アメリカ行ったらどんな風に3ヶ月で帰ってくるんだろうね。カーリーヘアーで、あの鼻ピアスとかして、あのものすごいメイクで帰ってくるのかな、怖っと思うんですけど楽しみですけど、まあ、遊びに行くわけじゃないからね、あのすごいスキルを磨いてやるからには本格的にマジでやるっていうのはもう私そっくりやなと。私あんな暴言吐く人ではないけど、そこはやっぱり親子で似るんやな。あと男の趣味もそっくりなんですよマッチョ大好きだよねって2人でいつも盛り上がるんですけどねマッチョに後ろからあのバックハグされたよね、わかるっていう、ね、いつも、ね、盛り上がってるんですけどねやっぱ似るんやなって思いながらね、そんなすずちゃんのお話でした。はい、12人産んだ助産師久子の子育てチャンネル、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。